先ほど午後6時9分伊豆諸島で強い地震があり東京豊島村では震度5弱を観測しましたこの地震による津波の心配はありません震源は伊豆大島近海で深さはごく浅く地震の規模を表すマグニチュードは5.1を記録しました震度5弱を観測した豊島村役場によりますと大きな揺れが横揺れが1回来てその直後に下から突き上げるような縦揺れを感じたということです 大島町役場の現在の様子をご覧いただいています大きな被害は映像からはないように見えますが役場近くのこちらは豊島村役場の話ですが近くの飲食店では食器などが床に落ちて割れましたが役場では被害もなく怪我人の報告もないということです地震による津波の心配はないということですが念のため今後の余震には警戒してください